и в том числе о двусторонних отношениях, включая проблему заключения мира на совместной работе, и уже можем подвести определенные итоги. Движение вперед есть. 山口で話したロシアの首都でウラジーミルと再会できて嬉しく思います。今日は様々な課題についてゆっくりと議論したいと思いますが、平和条約の問題を含む二国間関係、あるいは安全保障の問題、そして地域情勢について、この少人数会合の後、 В частности, практика встреч министров иностранных дел и обороны в формате 2 плюс 2. Налаживается диалог между Советами безопасности. 4年ぶりに息子を訪問することができ、大変嬉しく思います。温かく迎えていただいた プーチン大統領、そして、ロシア国民の皆様にこれから感謝申し上げたいと思います。雪の降る長門で、プーチン大統領を迎えた12月、私のふるさとで、北方四島の元島民の切実な思いを託した手紙を、プーチン大統領は真剣なまなざしで読んでくれました。あの時の君の姿は私のまぶたに今も焼き付いています。 自由に先祖のお墓参りをし、ふるさとを訪れたい、そして、ふるさとで朝を迎えたい、プーチン大統領は記者会見で心を打たれたと率直に語ってくれました。列車を初めて元島民の方々に、航空機を利用してお墓参りをしていただくことが決まりました。6月中の天候の良い日に、元島民の方々に、 国後島と択捉島の先祖のお墓にお参りしていただきたいと思います。北方四島における経済活動についてもじっくりと話し合いました。日本人とロシア人が一緒になって魚やウニの養殖に取り組む豊かな自然を活用したエコツーリズムなど、北方四島ならではの観光を 盛んにする。北方四島に住むロシア人の生活水準やリバランス性を向上させることになるでしょう。同時に北方四島を訪れ、そこで経済活動をする日本人にとって多くの新しい可能性を作り出す、そんな希望の未来を共に作っていきたいと思います。はじめは小さくとも、こうした協力を積み重ね、 共同経済活動を大きく発展して、発展させていきたい。そのような双方の努力の向こうに、私とウラジーミルが目指す平和条約があります。これは日本にとっても、ロシアにとっても恩恵をもたらす歴史的な試みです。今までの発想にとらわれない新しいアプローチを通じて、 両国民間の信頼を増進させ、ウラジーミルと私の間で平和条約を締結したい。相互の尊敬と互恵、そして信頼の上に立って、ウラジーミルと手を携えて平和条約締結への道を二人で進んでいきたいと思います。ウラジーミル、私は君と、私のふるさとである長門で、 我々二人の手で平和条約の問題を解決するとの真摯な決意を表明いたしました。あれから4ヶ月、今回は私があの時約束した通り、私は今回モスクワを訪問しました。そしてこの4ヶ月の間に我々の目指す目標に向けて一歩一歩 具体的な進展が見られています。長門での2人の合意に基づき、ゴールに向けての歩みをさらに力強いものにしていきましょう。本日の会談では、北朝鮮について時間を割いて大統領と話しました。
ロシアは安保理常任理事国であり、6者会合の重要なパートナーであります。プーチン大統領と引き続き日露で緊密に協力し、北朝鮮に対し安保理決議を完全に遵守し、さらなる挑発行為を自制するよう働きかけていくことで一致いたしました。シリア情勢、テロとの戦いをはじめ、世界が直面する課題はロシアの建設的な役割なくして解決できません。国際社会で日本とロシアがいかに協力を進めていくべきか、真剣にそして率直に議論しました。本年もあらゆる機会を捉えて、幅広い分野で日露関係を進展させていく、私は今その強い決意を新たにしております。スパシーバー。